つみーたんありがとうございます。おつみーたんありがとう。みーたん大好きありがとうございます。おつみーたんやっほーありがとう。おつみーたんありがとう。みゆほーありがとう。前髪かわいい。そうありがとうございます。おつみーたんありがとう。こんばんは、こんばんは。トクトクありがとうございました。トクトクお疲れ様でした。ありがとう。リボンかわいい、かわいいよね。今日はこれをしました。昨日、あそうだよね、なんかさ言ってたよね、昨日フォローするとかなんか載せてましたよね。ありがとうございます、してくれて。アイライン、そう今日はちょっと上手くなりました。上手くなってました。今日のかわいい、ありがとう。今日はありがとう、来てくれて。アイスじゃないや、星ありがとうございます。そう10分早く始めましたよ今日。あ、負けてしまったんだね。背中が痒い。星ありがとうございます。バラもありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかった。毎度、今日もめっちゃ可愛かった。ありがとう。今日の私服、ありがとうございます。私服可愛いでしょ。おつみーたん、おつみーたん遊びに来てありがとう。おつみーたん、そう熱中症にならないように塩分をたくさん取ります。こんばんは。お洋服のリボン可愛いですよね。トークトークトーク、ゼップの札幌、そうだよね、来てくれたよね。そうありがとうね、来てくれて嬉しかった。おつみーたん、なんかさ、トークトークトーク初めてのトークイベントでめちゃめちゃ緊張してたんですよ。でなんか司会も務めたんですけど、めっちゃ緊張してたんですけど、めっちゃ楽しかったです本当に。名古屋ね、ありがとうね本当に。そう公開するの楽しみにしててください。マジでね、いろいろやったんですよ。あのジェスチャーゲームもやったり、質問もやったりして、めっちゃ楽しくて、そう楽しかったんですよ。ちょっと今日の感想教えてください。星ありがとうございます。そう15分からにしてたんですけど、ちょっと初めですよ、だったので早めにしました。そう途中で雨降ってきたっぽいんですよね。めっちゃ蒸し暑かったよね。めっちゃ今日は笑いました。タコありがとうございます。おつみーたん司会上手だって、ありがとう、来てくれてありがとうございました。いけなくて、そうだよね、そうみゆのファンの方はね、いけなかった、来れなかった方がね多かったみたいで、そう司会をね当たってたよね、あのさなんだっけ、じゃんけん勝ってね、そう司会だったんですよ。みーちゃんの司会は今日、昨日決まって、昨日来て連絡来て、でも本当大丈夫かなと思ったんですよ実は。だけどなんかこっちゃんとココミンが支えてくれて楽しくできました。バラありがとうございます。2階から見てました、初めて見に行ってました。ありがとうございました、ありがとう。ジェスチャーゲーム楽しかったよね本当に、なんかマジで楽しかったです。お疲れみーたん、ありがとう、来てくれて。動物のモノマネしてる、お疲れみーたん、なんだっけ、あのさいろいろあったよね、なんか面白くて。ジェスチャーゲームで、そうこっちゃんがね変な回答やっぱりたくさんしてましたね。なんかみゆとココミンは大体同じだったんだよね。いけなくてごめんね。ね、そうだよね、いけなかったよね今日。いけなくて、なんか新幹線なんだっけ、脱線しちゃったって感じだよね。やだよね、行きたかったよね。みえもんさんが、そうみえもんさんが今日は仕切りました。ハートありがとうございます。あ、こっちゃんも始まったけ、雨途中からやんでね、思った。なかなか、あ本当ですか、なんかねちょっと噛んじゃうところもあったんですけど楽しかったです。公開楽しみね、楽しみにしててね、みんな司会、嬉しい、ありがとう本当に。 JK トリオみんな可愛かった、あありがとう。そう私服がマジで全員違ったんですよ、系統が。だからね可愛かったですか。おつみーたん、そう司会は昨日でした。おつみーたん今週もお疲れ様、ありがとうございました。うん、ありがとう。そうですよ、進行役でした。めっちゃ気になるでしょ、気になると思うんですけどね、緊張したんですよ。でもね楽しくできました。こっちゃんは天才でしたね本当に。なんか絶対に桃太郎なのに制服の目とか言ったりすごい、新幹線脱線初めて聞いたんだけど、なんかめっちゃ大変じゃない。あ、そうヤギの真似、ヤギの真似はしませんよこんばんは、おつみーたんね、
運転ね、地方民なので残念ながらね。そうだよね。でもさ、ぜひ公演とかは来てくれたら嬉しいです。ミートはよく公演撮るので、しかも、嬉しい、ありがとう。初めてです。なんかちっちゃい頃アナウンサーになりたくて言ってなかったよね、本当にマジで。ちょっとだけね、一瞬だけなりたくてね。こっちゃん回答本当に面白かった。うん、ささしまライブぶりだったんだ。お洋服かわいいね、ありがとうございます。みーちゃんの司会めっちゃ緊張しました、本当に。そうですよ、ニューエモンさん。みーちゃん的には今日はでも楽しくて100点でした。楽しかったから100点でした。でも司会は全然、本当に全然って感じだったんですけど、でもすごい楽しかったから100点です。そうね、 YouTube にいつ分かるかな。ペンライトとしてはめっちゃ見えました、ありがとうございました。バラありがとう。兄ちゃんは今日はね、ありがとう、ありがとうね。そうなんかね、ミータンズの方もたくさんいて嬉しかったです。今帰ってる途中なんだね。ありがとうございました、楽しかった。あのメンバーならミューちゃんしか、しかえ本当に、ね、自分だと思わなくて。そうもちろん行きます、ありがとう。アナウンサー目指せるんじゃない、 SK のスクーズ。あ、そうなんだ。え、向いてるかな。でもちょっとむずい、あれは発音とかも良くない、できないですよね。確かに見て、え、本当ですか。そう なりたくて昔だけど、ちょっとえって感じだったので、ロスクーが司会だとしかこっちゃんも本当に面白くて、そう楽しかったのでね、緊張も吹っ飛びました。本当に楽しかったです。ずっとあ、なんか一回ちょっとツボって、ちょっとこっちゃんのマイクがなんかすごい面白いことになってツボって、なんか一瞬ちょっとね、全員ねおかしくなりましたね。意外と前だったよね。そうめっちゃ見れた、みんなのこと。ミーターン大好きです、ありがとうございます。こんばんミーターン、そう楽しめました、めちゃくちゃ。ミーターンって天然なの、ドスコイに、ドスコイにって天然って言われてたよ。なんかそんなことは別にそんな変なことはしてないんですけど、言ってくるんですけど、そうやって本当に普通のことをしてますよ。 でもなんかこっちゃんも、こっちゃん天然なんですけどね、普通に。今日一番面白かったのは眉毛。そうこっちゃんのマイクのカバーが外れて、なんかすごいことになってて、 なんて言うんだろう、これがマイクだとしたら、ここがマイクだとしたらこうなってて、だからちょっと難しいんですけど、面白すぎて、そう3人でツボってて、なんか視界が止まっちゃったんだよね。1階にも、あ、そう1階の方もね、ミユのね、うちわ振ってくれてたり来てくださって嬉しかったです。こうやってミータンかわいい、ありがとう。私の予想ではこっちゃん仕切り、あ、本当に、ミユもこっちゃんかなとか思った。あ、コースター、あ、さやちゃんだったんだ、飲んだんだね。緊張してたんです、実はね。そう、一番アイドルですね。バラありがとうございます。そう、めっちゃつぼりました、本当に。今日は遠征する予定の人は行けなかったかな。みんなね、でも遠くからでも来てくださってね、嬉しかったです。進行役だから2人から取る最初、なんかね、でも全員緊張してて結構やばいよねってなりました。みほありがとう、今日来てくれてありがとうございました。夏休み、そうめっちゃ1日目、夏休み1日目、めちゃくちゃいいスタートでした。トークトークね、ありがとう、来てくれて楽しかった。緊張はしましたよ、しましたけど、どん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 緊張もなくなってって楽しかった。司会うまかった、ありがとう、嬉しい。そうそうそうね、めっちゃさ、みんなの顔が見えた、ちゃんと。グランドキャニオン広場は暑かったです、めっちゃ暑くて、そう汗めっちゃかきました。なんかお昼もう暑くてやばかった。ミータはしっかり周りが見えてるので素晴らしい、ありがとうございます。優しいですね、爪がちぎれたね。見つけてくれてありがとう。そう、上にいたよね、見つけましたよ、ちゃんと。こっちゃんは天然記念物ですね、こっちゃんは。本当にね、面白かったです。おつみーたん、うん、中日巨人観戦あ、してきたんです。巨人ファンの方なんだ、
品川ついて新幹線止まってるの初めて知ったよ。え、下調べ大切だけどさ、もうさね、来てほしかったよね。だってね、嫌だよね新幹線って。あ、池田さんだったんですか、コースター7月のね。今日の祝賀みゆちゃんめっちゃ、ありがとうございます、嬉しい。初めてこういう、初めてじゃないけどこんな感じの私服を久々に着るのでワクワクドキドキでした。バラありがとうございますね、来てほしかった。んー、時間はあっという間に感じました。本当になんかすぐにジェスチャーゲームの時間に行ってから、ジェスチャーの時間に行ってからもうすぐにエンディングになったので早いなって思った。本当にやっぱ楽しいとさ、すぐに時間は過ぎるなって。12期ね、そう緊張しました。本当にね、この3人で最初大丈夫かなって不安だなと思ったんですけど楽しかったです。かわいい、ありがとう。今回良かったから今回、そうですかね、やってみたいなとは思いました。行けなかったのは残念だけど、みーたん楽しかった。そう楽しかったです。途中で自分の扇風機が止まってから、そうだよね、扇風機あるだけでもね全然違うんで。1時間前から、そうなんかね、劇場の前とかを普通に通ったんですよ。そしたらファンの方が待機してくださる方もいて、早いなって嬉しかったですね。お、もう来てくださってると思って。トーク会ぜひ来てください、ありがとう。じゃんけん、あいこだったか、そうじゃんけんもしたんですよ。ね、みゆのファンの方がじゃんけんで勝ったんだよ。みんなじゃんけんちゃんと参加してくれました。そうめっちゃ暑かった。本当にグランドキャニオンは司会うまかった、ありがとうございます。よかった、うまかったって言ってもらえて、なんか本当に大丈夫かなって思ったんだけど、なんかめっちゃ早口なんですよ。だから早口だから心配だったんですけど、よかったです。扇風機熱気がすごくて、扇風機確かに、でもさ、なんか今日初めて扇風機が熱い、扇風機から吹く風が熱いなって感じたことがあって、駅に行くまで歩いてたんですけど、そしたら暑すぎて風もびっくりした。みゆちゃんに全然会えなくて、会いたいですよね。だから制服の目とかも8月29日と8月2日がねあるので来てください。クマありがとうございます、ハートもありがとう、バラもありがとうございます。今日のコーデは、そうピンク色のやつで、なんかゆあちゃんと一緒に握手会で一緒に着た感じのやつに似てるんですけど、また違うんですよ。あ、仕事で行けなくなったんだね、そうだったんだね、来てほしかった本当に。おつみーたんこんばんは、ジェスチャー面白かった本当に、面白かったです。なんだっけ、何がなんかみんな同じことをしてる人もいれば全然違うことをしてる人もいて、でもすぐ分かりました。ハートありがとうございます。 YouTube の調べる調べはめっちゃ役に立ちました本当に、めっちゃ。レインボースターありがとう、1時間マジであっという間だった、本当に秒すぎた、本当にすぐでしたね、本当に楽しかったです。本当にね、なんかもうめっちゃ楽しくて、早くまたトークイベント出たいなって。上手に司会してて、ありがとうございます。先月のトーク会で言われました、ぜひ来てください。みゆほーありがとうございます。おつみーたん意外と後ろ空いてたのはこんなか、そうね、なんかなんだっけね、急遽さ仕事があったりさ、なんかいろいろあってさ来れなくなった方もねいたと思う。ニアミスしてた、あ、なんか通ったというか、歩いては通ってないんですよ、歩いては通ってないんですけど見ましたよ、あいると思って。じゃんけん、あ負けちゃった、そうだよね、やっぱり見た、そう見た司会でした。実はありがとうございます、ギフト行ったら終わるの早いです、結構早いですよ。そうたまに間違えちゃうこともあるかもしれないけど、すぐに覚えます。3人ともスタイルよね、ありがとうございます、嬉しいですね。今から仕事、めっちゃ大変、頑張ってね、頑張って、アナウンサー向き、本当ですか、ありがとうございます。7月29日と、お両方投げてくれたんだね、嬉しい、ぜひ来て
29日の登録、あ、明日か、当たるといいよね本当に。自分もみゆちゃんに会える予定がある、え、本当に早く劇場公演ね、来てほしいです。炎天下の中で背持ち扇風機回したら、そう逆に、そう言ってたからさ、あのなんだっけ、逆に熱中症になるって気をつけてるんですけど。はじめまして、よろしく、ありがとうございます。おつみたん、そう猿って、あ、そう猿って書いて、なんかさ電車って書いて、みんな書いてたじゃん。なんかさ、あのミユは左の方を見てたんですよ。そしたらみんな、なんかこんなことやり始めて、こういうこと、こんなことやって、もうこれは猿にしか見えないからさありがとうございます、星とか音符、トークトークトーク、お疲れ様、ありがとうございました。そう登場の練習をめっちゃしてました、こうやって。皆さんこんばんは。おつみーたん、こっちゃん意外な回答すぎたよね、本当にマジで面白かった。8月は制服の目、来て来て、本当にお疲れ、お疲れ。整理番号87番ってことはさ、めっちゃさ応募があったんですよね、すごい。今日いい公演もあったから、確かに今日いい公演ありましたよね。可愛いね、可愛いですか、ありがとうございます。高校ですよ、高校1年生です。劇場でチーム見てないんですよ、見たかった。そうバレエね、だってさ、もうさミヤのファンの人とかさ、なんか普通にこうやってやってたんですよ、こうやって。これはもう絶対バスケじゃん。バレエで確かにサーブやるときはやるかもしれないけど、大体これはバスケだからすぐ分かったよ。星ありがとうございます。え、雷やばいの、やばいの。みーちゃんこっちゃんと比べるとココミンの身長って低かった。いや、それがココミンとそんなに変わらないんだけど、なんか159ぐらいらしくて、あ、でもみーそんな変わんないよ、だから 160. 何センチって言ったっけ、そんぐらいなのでそんな変わんないですね。星ありがとうございます。みーたん服に合ってる、ありがとう。あ、20日ありがとうございます。みーたんすごく聞きやすい声だよ、アナウンサー向きな、ありがとうございます、嬉しい。あ、釣り革ね、あ、釣り革か、それは、なるほど、こんなんやってたからさ、えって、そう、それはさしっかりしてる声でしたりと天然な子に、そう今回は高校生コンビでしたね、全員。ありがとうございます、ギフト。登場の練習とか、え、そう登場の練習もめっちゃ楽しくて、あの君がいてくれなきゃ絶対それで入るだろうなと思ったから、音楽も聴いてやってました。犬の散歩めっちゃ難しかったよね、なんて答えたっけ、あ、バレエだ、答えたな、なんて書いてある、手を押してる、え、そう本当にサルだと思った。星ありがとうございます。ヤギママがお客さん役で練習してた、え、そう、なんかこんにちはってなんか台本っていうのも読んでて、家で読んで、あのちゃんとママがファンの方の役をしてくれました。次劇場行くのをミータの旗だと決めたけど我慢できなくて29日なくて、え、嬉しい、ありがとう、そうだよね、早く出たいです。29日ありがとうございます。コメント読んでくれてありがとう、いいですよ全然、落ち着いた、ありがとうね今日、ありがとう。こっちゃんにでかいって言うと怒ります。え、みーこっちゃん背高いって言ってます。でもさ、みーも早くさ、もっと背身長さ伸びたいんですよね。猿の真似がめちゃくちゃうまくなってる、本当にこんなんでした、本当にもうみんなえ、そうこっちゃんなんかさ難しいのでめっちゃ当ててきたからびっくりした。うまくできちゃできなくてごめん、全然いいですよ、楽しかったから。みーちゃんって12期やとココハこっちゃんの次ぐらいの身長なんですよ。ココハこっちゃん、みゆ、ココミン、次誰がでかいんだろうね。いや多分サータン、次が花ちゃん、サツキチ、かきれな、ゆあちゃん、みやビームな気がする。あとさやちゃんも、待ってどこら辺だろう、さやちゃん、でもサツキチと、いやでももうちょっと高かったかもしれない。お疲れ様でした、1階で見ていました、ありがとう。地上は風がありそんなに、あ、本当ですか、よかった。ママのなんか見たーって聞いてきました。ミーたんが一番可愛いよとか言ってくれたり、そうだと、じゃあなんか質問するときに、で次はココミンどうぞとか、次はこっちゃんどうぞとか、ココミンこっちゃんとか言ってました。そう、JK 取りよかった、ありがとうございます。
え、そう、あのドスコイは難しい問題に正解してたんですよ。めっちゃおもろかった。そう、アイドルは難しかった。だってさ、こうやってられたから12期生とか SK48 とかと思ったけど、今回12期生しかいないから12期生だけかなと思ったの。おすみーたん間に合った、ありがとう、今日来てくれてありがとうね、バラありがとうございます。みーたんとココミンは高校生とは思えないぐらい、ありがとうございます。ココミンはそう、みゆちゃんの次なんですよ多分。身長そんなに変わんなくて。そういえば12期知らない友達が根源の赤を見て一番気になったのみゆちゃん。嬉しい、ありがとう。え、嬉しい、ぜひ来て。こんばんは、ミヤビーム。え、そう、どんぐらいなの、でも結構ちっちゃいけどねそう、ママはそう、ファンの方の面白いやつ、なんか公園でそう、ミーターとか言ってくれるからみんながそう、嬉しいんだよ。サツキチマジで身長伸びてるんだよ、抜かされるか心配。12期メンバー12期メンバー全員の写真写ってる、写真って背の順だと思ってるけど、あ、本当に、あ、確かに、え、じゃあそうかもしれない、あ、確かにそうかも。そう、オタクの方がミーターって言ってくれるから、なんかね、みんなねめっちゃ特徴的に言ってくれるの、だからすぐにあのミーターって聞こえたらバッて見ます。8月2日制服の服、ありがとう、申し込んでくれたの。そう、ママさんね面白いね、ミーターうん、こんばんは。そう、ヤマさんね、何やねん面白かった、ほんまにミーターで、なんかあのココビンのファンの方、ココビンが一番可愛いやって言って、こっちの方、ドスコイバンジュールって言ってたそうミーターが一番可愛い、え、そう言ってね、本当に嬉しいです。身長高いとモデル、え、そういいよね、マジでこっちは乗りかけ天才的でした本当にね、ミーターンとか嬉しいから、マジで電車の中でミーターン、電車の中でもう笑ってください、もう大爆笑してください。なんかミーは電車の中でよくさ、同期とあの LINE をしてる時によくその笑うのは、そのゆあちゃんが LINE してくる時になんかめっちゃ面白いこと言ってくるんですよ。それを見て電車の中で笑って、あの鏡越しっていうかな、窓越しに目が合っちゃうんですよ、知らない人と。今日見てきたよ、まだか、お、ありがとう、ありがとうございます。そう、サスキチぐんぐん伸びてるから、もしかしたら、え、確かに抜かす可能性あるからね。髪型に合ってるよ、ありがとうございます。ママさんがそう今日は仕事に見ね、ありがとうございます。でも8月2日、ママのコール完璧ね、本当に電車の中で笑ってください。みゆはその経験をもう3回ぐらいしてるので、もういいやと思って笑っちゃって、笑っちょっとね、面白くて、本当にマジで面白かった。いや、今だから、次の公演ではどんなコールが欲しい、みーたんが一番可愛いよっても言ってほしいですね。明日からママさんがみーたんを起こすとき、みーたんそんなすぐ起きちゃいます、多分。コミンが一番可愛いよ、スカイバンジュール見たメンバーによって変えてる、え、そう、みんなね絶対変わってるからね、面白いんだよ。みえちゃんが笑って可愛いね、ありがとうございます。そう、今日は本当にマジでツボってやばかった。ゆあちゃんはちょっとこれは面白すぎてマジでゆあちゃん面白くて本当にやばかった、ガチおもろくてみーちゃん大好き、ありがとう、お疲れ様。みーちゃんねえ、今日来てほしかった、本当に。公園見ながら帰ってる時、何か笑いそうになったり泣きそうになるのに、あ、西条さんちなの、そうなの。みーちゃん大好き、ありがとうございます。そう、笑っておきます。電車の中で不審に思われたらいいじゃん確かに、もうさ、電車の中でさ、一人でさ、こうやってねとか言って笑ってたらさ怖いってなるからね。海はありますから、そういう経験、普通に。札幌着きました、もう中、ありがとう、札幌着いたんだ、あ、出張行くって言ってたよね、そうだよね、みゆちゃんに釣られてこっち、え、そう、本当に笑っちゃう、マジですぐつぼるんですよ。今日マジで本当に面白かった、マイク全員笑ってたからね、3人とも。みーたんが一番怖い、ありがとう
よく笑うってなっていいよね。ありがとう。ミーター戻す恋ボンジュールみたいな掛け声作って、え、確かに作りたいよね。なんて作ろう。でも後で赤、え、見て、そうマジで本当に3人笑ってたらファンの方もめっちゃ笑ってた。バラバラバレてバラありがとうございます。今電車の中に焼けてるけど、ま、確かにマスクしてたら分かんないからタコありがとうございます。マスクしてるとマシだけど、マスクしてみゆさ、なんか電車の中とかで、あ、なんか学校とかでなんか笑っちゃう時とかあるじゃないですか。だけどマスクしてないともう絶対バレるけど、マスクしてると本当にしててよかったって思うんですよ。つぼったら面白いみゆちゃん、ありがとうございます。そう、全員つぼって本当に誰も笑わなく、じゃあ誰も話せなくなっちゃって、もっと電車チームの皆さん、え、そうだね、見たなんだっけ、あと鏡が一番可愛いよってドスコイボンジュールみゆちゃん昇格してやってるでこれ、え、みゆも入れたいです。トーク頑張りましたよ。そう、配信でよく見る爆笑を今日、え、そうそうなんですよ、今日はね、もう配信で見る爆笑を、はい、でも目で、確かに目が笑ってたらさ、もう絶対この人笑ってるなって。あります、トークトークトークは YouTube で上がります。そうそう、帯を上げるのがお気に入りです。俺は思い出し笑いしちゃう時、指を指で頬を下にこうですか面白いですみーも思い出し笑いはするときはあります。絶対笑ってはいけない状況になったら、え、もう笑いましょう、それは笑おうよ笑いましょう。おつきちうまいな、ありがとうございます。こっちゃん、ここみーへの掛け声がストレートとして、見た？見た？って言ってくれるから本当に嬉しいんですよ。でもよし、楽しみに、そう楽しみにね、今電車を降りたからもう、え、そうだね、笑ってください見た？思い出し笑い好きな、そう思い出し笑い好きです。トークトークトークは客席が、え、めっちゃ近くて嬉しかった。みんな、あのなんだっけ、公演の時とか見た？って言ってください。次の劇場公演のコールが楽しみだね、本当に。見た？なんかさ、万華鏡をくるくると回しながらとか、なんだっけ、超絶かわいい、見た？やばい、スコイボンジュールの言い方に、え、そう、スコイボンジュールって普通に言うけどさ、初めて見た人とか絶対に分かんない。ココミンが一番かわいいよ、ココミンが一番かわいいよって言ってる。みんな楽しそうな、みゆちゃん、笑顔がめちゃくちゃ、あ、ありがとうございます。ドスコイボンジュール手がいつもこうなる。俺はみーたんが一番かわいいで、早く叫びたい、え、そう叫んでくださいね、本当にその言い方でもう万華鏡で笑っちゃいそうになるから、やだ、そこで急にやばいよね。期待ですね、次に。見た、おい、もうやばいかもしれない、次の公演。そこそこそこでそのコールしたら見ちゃう、多分、うん、無理だと思う、それは。だから万華鏡の時は普通にしてくれたら嬉しいです。スイカ食べてないです、まだ。公演中に思い出したらね、思い出しちゃいそう。そう、自己紹介の時です。ミータンコールでツボるみんなですか本当にさ、みんなさ、ツボってさ、思い出してミータンって自己紹介 でなのにコールしてくれなかったら悲しいです。みーたん、恥ずかしい、本当にそう、みーたんが一番可愛いよって勇気出して、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しいです。星ありがとうございます。時間大丈夫か。なんか今日は一発ギャグっていうのもあったんですけど、本当に何やろうかめちゃくちゃ迷った。ミータンコールの語尾、
伸ばしが急増ね、急増するかもしれない。トークトークトーク楽しかった、みんな仲良かった、ありがとうございます。一番しっかりしてた、本当ですか、ありがとうございます。やっぱりね、あの司会をするときにはしっかりしないとね、いけないので、ね、星ありがとうございます。はなちゃんに見つかりますよ、みーたんって言ったらみーたん大好き、ありがとう。そう思い出すけど、はい、自己紹介の時のコールに注目します。本当に君あれだよね、歌前にありがとうございます、嬉しい。絶対みんなやるよ、え絶対みんなやってほしい。そうみゆのめちゃめちゃスマイルが見れます。多分サンシャイン、サンシャイン栄 YouTube 最新が4月のトークトークトークだから、もうえそうなんだ、もうちょっと先かもね、早く見たいですよね。みえもんさんギャグ持ってるんですね、え持ってんのかな、一発ギャグは全然もう何やればか分かんなかったけど、はい、松川家ってすごく賑やかですよ。なんかもうまず妹はなんか何を言ってるか分かんなくて、いつもなんかあと反応すること、なんかめちゃくちゃ無視してくるのにすごい気になりそうなことを言うとすごい反応するんですよ。誰でもそうだと思うんですけど、そういうのもあったり、でもママはとにかく、まあ、こんなヤギなのではい、賑やかで、パパはなんかちょっと何言ってるか分かんない時もあります今日はなんか話でマックモスっていうのがあってモスの話をして、マックのこと言いたかったんですけど、モックって言ったんですよめっちゃそこからミーもモックって言っちゃってやばかった。ミータンが一番ミータン、ありがとう。司会はしっかりしないと、しっかりですねダジャレっぽい一発ギャグはミータンね、よかったよね、思った、司会よかったよ、ありがとうございます。さやかさんとちかこさんが制服の見た時、私恋物デュールって見て怖くしててだった。あ、そういうこと、初めてドスコイボンジュール聞いたってことか。ミータンズのせいだということで、そうゴビヤギミータンですね。鍵穴をミータンがやるときならミータン、確かに確かに、早くやりたいな、こう恋するつぼみをやりたくて、やってみたくて、でもいろいろやってみたいです。それやったらミーちゃんのファンで変な人いるのか、じゃあミューがやらせたって言えばね、今度制服の目入ったらミータン、ありがとうございます。投げて打ったと、え、そう、走るのもやればよかったなと思います。今日はそうヤギなので本当にファンの人の真似をするママの物まねをファンの人が見たいになるわけ、どういうこと、物まねをするファンの人のコールが、あ、そうファンの人がなんか見たーって聞こえるってマックです、本当ビッグマック。トークトークトークお見送りが追加され、そう追加というかお見送りが今日あったんだよね、実は。勉強なんか意味もなく、おつみーたん、でも次マック行った時は木ポテトって言ったら多分あのね店員さん笑っちゃうと思うからね、ちょっと笑わかせてみてください。マジだったらみーたんびっくりするね、ホームランすればよかった。こんばんは、そうですね、やりたいですね。今スマホのギガはどれぐらい残って、なんか見方があんま分かんなくて、分かんないんですけど、あんまりスマホ触ってないので外で、まあ、触ってるけど、そのなんかその YouTube とか TikTok とかあまり見てないんで、多分いっぱい残ってます。関西の人のモクドっていうのか、マクドでしょ、本当は、マクドそう、見送りもね劇場よりね近かったけど、劇場も近いよね結構、ビッグマークてっきりみゆほって言うか、あ、みゆほ、え、言えばよかった、なんかみんなすごいさ考えてくれてる、木道ならそう、次の公演で誰かモックコール、モーク誰やねんってなります。3ギガ、あ、頑張ってる、2位はねすぐなくなった、3ギガ、マクドのイントネーションが違う、マクドって言いますよね関西の方って。お疲れ様です、ありがとうございます。かわいい、かわいい枠、大好きだ、君が大好きだ、マクド、んマクド、マクド、マクド、マクドやで東京、え、そうなんだ、そんなに雨降ってるの、
ミュホーって言ったらいい。ミュホーって言ったらいいですよ。こんばんは。こんばんは。なんかアイライナーちょっと変えました。細身にしました。マクド、ミスド、ユニバー。あ、そうなんだ。マクド、ユニバー、ミスド。そうなんだ。マクド、ミスド、ユニバー。すごい。じゃあ愛知県は全部逆か。昨日のゼップランライブでウィーニングボールの曲中でフェペさんがボールを見事。そうなんですか。行ったんだね。あ、行ったと言ってた。なんか北海道行きたいな。ミユも今日はプレゼントはもらってないですね。今日は確かに。そう、細く見える。わかるかな。そう、関西弁の女の子可愛いですよね。かきりなめっちゃね可愛いもん。カラオケの孫良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。なんか歌いたいんですけども、名前もいきなりマンゴー、いきなりマンゴー、意外にマンゴー歌ったから。アイメイク可愛くて好き。ありがとう。みゆちゃんなら2回席。飛ばしたいですね。新しいミュージアム、本当に良かった。2階席です。飛ばしたいです。見た目可愛い。ありがとうございます。うつみーたん、ありがとう。そう、まだ届いてない。ありがとう、送ってくれたんだ。ありがとうございます。なんかね、公演の時にもらえるんですけど、ありがとうございます。今日の、そう、今日のこの配信って1年なんですよ。オーディション配信から1年です。すごくない？1年だよ、もう早すぎる。関西弁、本当に？本当ですか？いきなりマンゴーって新しい、意外にマンゴーでした。いつもね、間違えちゃうんですよ。なんか、あるかな？イヤホンって。ないな、イヤホン。大好きだ、君の。ねえ、早く。1年おめでとう。ありがとう。パンチラインと前のね、そう混ざっちゃう、いつも。おめでとう、ありがとうございます。1万円前はこの子、そうだよ、なんかさ、あげてくれてたよね。嬉しい、ありがとう。めっちゃね、覚えてます。1年前はみーちゃんの存在、あ、知らなかったか。1年前はみーの存在、そうだよね。なんか知ってくださってる方もいたけどさ、知らなかった方の方が多いよね。天から降ってきます。1年おめでとう、ありがとうございます。モノマネ芸人ことモノマネじゃないですか、芸人。確かにモノマネ芸人だ。靴を隠して笑う、みーたんがとても、みーたんが靴を隠して笑う。靴ありがとうございます。おつみーたん、1年前は確かに、1年前は本当に多分全然笑ってなかったと思う。だって緊張してたから、多分笑うことも緊張してたから。あ、口を隠すか、靴じゃなくて。髪型素敵ですね、ありがとうございます。1年前高熱で1週間痩せた配信の誰のも、あ、そうだったんだ。そうだったんだね。初日で見たのこと、あ、そうだったんだ。初日来てくださってたんだね。そう、オーディション1年前、やばいよね、懐かしすぎ。何歌おうかなとか思って、本当に何歌おう、これとか。あ、待って待って、今ちょっと目が怖かったかもしれない。ちょっとね、ちょっと変な風になったらすいません。声が1年前は知らなかった。そうだよね。でも今知ってくれてありがとうございます。緊張感が伝わってきたけど、ちゃんと用意してないので、本当にありがとう。つみーたん、12期生オーディションは特別にしてた声なかったけど、よう喋るかな。あ、そうだ、かきれなね、みーもかきれな覚えてる。いきなり、意外にマンゴーだよね。意外にマンゴー言ってないけど、あ、そうだったんだ。あ、お披露目同士を決めたんだね。誰かな、ちゃんと。
この口は変だ きっとフェイエンタスカー Never say never care Never just want to win But always see doing just fine 騒げ騒げ真っ青な空だってどこか雲くらいあるだろうマジ人生の嫌なことも一つはしょうがない晴れだって雨だって地上はいつだってご機嫌だどうせ明日なんかわからない今だけ受けりゃいいさあバカになれよろしく People in the house 愛してるぜ作動性愛してるぜ思い切り愛してるぜ寂しい夜踊れオーラオーラ踊れオーラオーラ踊れオーラオーラ全部泣き出して踊れオーラオーラ踊れオーラオーラ踊れオーラオーラ照らすパレーション騒げ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 難しいことなんか何もそうあるパーパラパーだってそばにいる何か何かすいません本当にさあ熱くなれパチパチありがとうございます。最高だフラストレーション。そうちゃんと練習しようマジで本当にちゃんと歌えるようになりたいですね。パチパチありがとうごめんねなんかちゃんと歌えなくて。ラストに歌います。あれあった。パチパチありがとうございます。そう、なおさんのフラストレーションですよね。みゆ、これはダンスを習ってる時にあのレッスンで教えてもらってちょっと踊れます。あと57人なんだね。ありがとうみんな。
投票機能を使います。押しますね、投票機能。なんか間違えてさ、12月のカンガルーのやつさ、間違えてバンザイヴィーナスの振りやっちゃうんだよね。12月のカンガルーいけるけど、さっきやっちゃった、間違えて。パチパチありがとうございます。歌うまいですね、ありがとうございます。パチパチありがとう、お前最高ね。明日さ、花ちゃんとさ、さつきちさ、歌唱力の決定戦じゃん。ん、歌唱力の決勝か。頑張ってほしい、本当に。もうさ、東京かな、頑張って、マジで2人ともいい順位を取ってほしいですよね。やっぱり確かにそれっぽい。そう、めっちゃ似てるんだよ、振りが。歌うまくて好き、ありがとうございます。ダブルセンター、そう、ゆあにゃんとやりました。せっかくアンケート昨日作った。確かに確かに。うん、どうしようかね、次は。じゃあ今日は、何にしましょうね。何のあれ投票にしよう。じゃあみんな、ご飯かパンかどっちがいいですか。ちゃんと投票考えます、これから。お花組、そっか、みんなさ、愛知県から新幹線で行く人もいるかね。サスキチは一人で寝れない気がする。あ、じゃあミヤビームが寝れないらしいよ、あれは。明日サスキチの応援してくるんで、おミーもね、応援行きたいんだよね、明日。花ちゃんとサスキチのね、頑張ってほしい。ちょっと LINE 入れます、本当に。
来年ね、ミータも頑張ります。ありがとうございます。お、今から死にます。え、そうなの、みんな行くんだね。めっちゃいいじゃん。野球のどこファンか。あ、確かに。あ、え、そうだよね。自分もさ、あ、参加した。え、そうだよね。オリックスのやつ。あ、したかったか。昔の中日で好きな選手は、松井雅人選手が好きでした。さつき千葉一人寝るんだね。みゆちゃんオリジナルキャップ。え、ありがとう。送っておいてくれたんだ。ありがとう。いけないの？いけないのか。じゃあもうみんなで一緒にここから応援しましょう。実はみゆちゃん一人、みゆは一人で寝れます。全然明日は進化。そうだよね。ということで団長読みます。20位の方しまっちありがとう。19位の方ラブ太郎さんありがとう。18位の方よしさんありがとう。17位の方石切さんありがとう。16位の方りょうへいさんありがとう。15位の方まーさんありがとう。14位の方てっちゃんありがとう。13位の方かずさんありがとう。12位の方なるたんありがとう。11位の方ダンシンモンキーありがとう。10位の方ハリーさんありがとう。9位の方てつやさんありがとう。8位の方アブさんありがとう。7位の方キシアンケイさんありがとう。6位の方春流さんありがとう。5位の方ケイチさんありがとう。4位の方いつでもどこでも店頭さんありがとう。3位の方はぐれぐもさんありがとう。2位の方岩崎清さんありがとう。1位の方じゃーん、つーさんありがとう。ということで今日の31番の方はじゃーん、じゃん、カズリンさんありがとう。ありがとう、みんなありがとうございます。ということで、あれスクショします、どんなポーズしよう。はい、皆さん今日も見に来てくれてありがとうございました。トークもありがとうございました。とっても楽しかったです。皆さん明日は花ちゃんとさつきちの決勝なので本当に応援頑張りましょうね。皆さんありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。ありがとう。